be good for me. Lately I've...始まりました。本日もパレットトークンのチャート分析させていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、11月9日13時42分 YouTube 録画しております。でも YouTube 見ていただきまして本当にありがとうございます。現在のパレットですけども 50.5 円ですね。かなりいい形になってきているように個人的には思ってます。それから今日ですね、ビットコイン、それからイーサリアム、こちらがね強いですね。特にビットコイン、現在ですけども価格が769万6000円ということで、先ほど770万円こちらね超えてきてましたね。かなり高まってきています。その傾向が続くようであれば、こちらのパレットですね、こちらも私は結構動いてくるのかなという判断をしています。今50円ぐらいで推移してるんですけども、場合によってはこの辺ですね、56円ぐらいまでいけるのでは、短期的にちょっといけるのではないかなとちょっと思って来始めています。まあ、緩やかに上がっていく形も考えられるんですけども、場合によってはですね、ちょっと陽線がまたでかいのが出てキューッと上がっていってっていうことをちょっとね、想定しています。まあ、ただ私の場合はもうパレットある程度持ってますので、自分の欲しい数は持ってますので、まあ、ここでね、本当は買ってもいいんですけども、まあ、ちょっとこの辺はね、様子を見て、まあ、ここ多分上がってくるかなと思うんですけどね、上がって54円ぐらいになって、こういう感じではないかなと思うんですけどね、まあ、ちょっとここで上髭が出て、また下に来てしまうっていう形に、この辺のね、ちょっと縮小版じゃないですけども、この時は60円、手前まで行ったんですかね、ちょっとここまではわからないですけど、まあ、この辺の動きと似たような形で、陽線がビューンと出て、上髭がちょっと長くて、みたいな形でまたちょっと落ちるみたいな感じをイメージしています。そのような形でだんだんこういう形でサポートラインが上がってくるようなイメージで、まあ、パレットトークンもね、まあ、2022年迎えるんじゃないかなと思ったりしています。ここでね、まだニュースらしいニュースが最近出てきてませんので、まあ、やはり上場というニュースがね待たれるのかなというところですね。まあ、ただ逆にちょっと下がっていく場合ですね、ビットコインも今770万円なんですけども、ビットコインが例えば750万、それから700万円の方にちょっと下がってきてしまった場合は、こちらもちょっと下目線で考えるべきかなとは思います。まあ、その場合はやはりですね、こちらの、この辺ですね、この辺にやっぱり値段が結構固まってます。サポートラインとしてはこの辺が機能する可能性は十分ありますね。48円ぐらい。で、ここ割り込むとまたさらに下にね、来て、こちらの46円ぐらいですかね、46.5 円とか、まあ、この辺の二段構え、まあ、この辺で買えるとちょっと立ち回りが楽ですね。まあ、下に行ってもそんなに下値も軽いし、例えばここで買えればですね、今の水準で売ることも可能かと思います。まあ、逆にちょっと下げてもいいですね。49円ぐらいで売ることもできると思います。で、買うことが安くなればなるほど、いろいろね、立ち回りステーキングに回してもいいでしょうし、まあ、短期分はこの辺で利確というのもできるということでは、結構自分の中でこう対策が打てるというか、いろいろ自分のね好みに応じて、まあ、短期は利確してちょっとね現金を確保するというやり方もいいでしょうし、枚数を確保するんであればステーキングなどに回して、まあ、長期的に値段、それから数ですね、これでまあ自分の資産を膨らませるという形で対応するっていうのが、今のこちらのパレットトークには結構有効ではないかなと思います。ですので、動きとしては2つですね。まあ、大きく動くパターン、上がるパターン、この辺まで上がるパターンが1つ。それから下がっていった場合は、まあ、この辺になるか、もしくはこの辺になる。この2つが、まあ、上がるか下がるかのパターンではないかなと思います。まあ、レンジであればこの辺でね、少し横に動くということもあるかもしれません。まあ、ただ、いずれにしても、どこかのタイミングでは上がっていけるんじゃないかなと。私は個人的には思います。それからだんだんやっぱりね、ここの金額が上がってきていると思いますので、まあ、今は50円で買えますけども、まあ、例えば1ヶ月後とか、まあ、2022年1月ぐらいになってたら、まあ、この辺で買う感じになるのかなとかね、そういう感じでちょっとここの値段の方は、だんだん上がってくるんじゃないかなと思うので、まあ、実際上がってますよね、この辺から見たら。緩やかに上がっていると思いますので、こういう形で、まあ、結果的にはこういう感じで上がっていくのかなというふうには考えてます。シナリオ的には一番それが、まあ、スムーズというか、セオリーではないかなと思いますね。
まあ、ただどうなるかはちょっとわからないんで、ビットコインがね、やっぱりどうなるか、このまま強い状態で進んでいただければですね、まあ、800万円向かうような動きであれば、こちらもずーっとこうね、順調に上がっていくのかなというふうに考えます。それから結構ですね、今見てると、イーサー系などもですね、イーサリアムクラシックとかちょっと出遅れてましたけども、こちらも13%今日上がってます。それから、IOST もですね、今日動いてますね。6円回復してきますので、してきてますね。ですので、こちらもちょっとね、値段的にはまだまだ出遅れてる方の部類には入ると思いますので、まあ、50円を固めて上にはいけるんじゃないかなと思います。まあ、チャート的にもですね、ちょっと今これ1時間足なんですけど、日足にしてちょっと、ね、見てみたいと思うんですね。そうするとですね、だいぶサポートラインとかも、まあ、大体50円ぐらいっていうのはやっぱりこう、意識されてるのかなと思うので、まあ、ここを起点にね、やっぱり60円、70円、それからやっぱり80円ぐらいはね、いける力は十分ありますし、まあ、場合によってはやっぱり100円になる仮想通貨ではないかなと思うので、まあ、先ほど2倍になる仮想通貨っていうことで、まあ、ちょっとご紹介してるんですけども、まあ、パレットこそね、やっぱり2倍になる仮想通貨として本命であるとも言えるかもしれませんね。まあ、パレットの場合はもう少し上がれると思ったので、今回2倍ということでご紹介してないんですけども、まあ、十分、例えば3倍になっても150円ですね。150円ぐらいのパレットっていうのは別に不思議では私は全然ないと思いますので、ちょっとそういう形でね、上がっていける仮想通貨っていうのも、なかなかね、簡単に見つけることは難しいですよね。まあ、ただパレットはやっぱり新しい。それから、まだ上場してない。ニュースもそんなに出てきてません。ですので、まあ、いずれはやっぱり3桁というね、この100円は、私はその中で行くんじゃないかなと思いますね。まあ、状況次第でわからないですけどね。またビットコインが下がってきてしまうと、ちょっとここまでの時間がかなりかかってしまうかとは思うんですけども、100円のパレットはそんなに私は不自然だとやっぱり思えないので、いつかはそういう形で値段が上がっていくんだけども、その上がり方はね、やっぱりいろんな他の仮想通貨とか、それから株式など、それからいろんな金融商品によって影響は受けると思いますので、その影響次第で100円に行くタイミングっていうのが、例えば1年後になるか、それから10年後になるか、そういう形で、ここのタイミングっていうのはちょっとわからないんですけども、いずれかはね、こうジグザグ上がっていくのかもしれませんし、何か急なね、パレットに対してのスーパーポジティブなニュースが出てきて、一気にこのギューンと上がっていくっていうのもね、なんかありそうだなってちょっと思うんですよ。ですので、ちょっと下落、ここから見るとね、こう下落トレンドにも見えるんですけども、まあ、この辺でやっぱ底打ちしてこう上がってくるんじゃないかなって思いますね。ですので、今はしっかり慌てず騒がずですね、冷静に対処して、まあ、他の仮想通貨が順番に今上がってますので、パレットトークの順番が来るのを待ちながら、それからあとニュースですね、上場ニュース、それからまあ、エアドロップとかわからないですけども、そういうポジティブなニュースが来るのをひたすら待つという形で、まあ、50円というのはそんなにやっぱり高いとは全然思わないですね。ですので、しっかりこの辺で枚数をこなして増やしていくという形でいくかなっていう感じの、まあ、シナリオにはなるかなと思うんですけどね。まあ、ただ一応トレンド的にはちょっと下の方にやっぱこう来てるというのは、まだ変わってないようにも見えるので、まあ、一応こう買い下がっていくようなイメージでもね、持っておきながら、どこかでは反転してくるのを待つという形で、まあ、枚数がちょっと足りないなっていう方は少しこう、買い下がっていってもいいかなっていうふうには思います。まあ、ある程度枚数が固定できている方は、まあ、この辺でもうしっかりね、待機して値上がりを待つという形で十分ではないかなと思います。まあ、その形の方がやっぱりね、今たくさん持っている方は、万が一こちらがね、下げないとも限らないでしょうということで思うんであれば、40円、それから30円どころでね、たくさん買えるようにしっかり現金も待機しておけば、まあ、この円とかで買っちゃったものもですね、少しまあ、難品という形にはなるかと思うんですけども、まあ、少し自分の枚数、それから買い値を下げられるということに、まあ、なりますので、まあ、難品がどうか、ね、いいか、ハマるかどうかはちょっとわからないんですけども、まあ、そういう形で待機しておく必要はあるかもしれませんね。まあ、ただ、逆に言うと、枚数を増やしすぎて、耐えられなくなって損切りしてしまうということもあるので、そこは無理しないように。ぜひしてみてください。もう50円で買ったものでよければ、そのままキープして、しっかりス
ストロングフォールドで対策して、まあ、パレットを信じて腹をくくって待つという形の方がいいかもしれません。あんまり枚数をですねこの辺でやっぱり増やしすぎてしまうと損してしなくてもいいところで損をするという形にはなりやすいんですよね。シナリオを変えてしまうんですね。パレットがやっぱりもっと下がるかもしれないってなりつつあるような方向に進んでしまうことがあります。パレットが自分の許容量を超えるとですね、パレットがいいものからちょっとやばいものに変わることがあるんです。なのでそれをやばいものに変えず優れたものとして保有しておくというぐらいの数で行った方がいいです。無理は絶対しないでください。無理すると本当に負けなくてもいい負け方をしてしまう。私は本当に負けない投資っていうのをお伝えしているので、まあ、勝ちはそんなにたくさん増やさなくても確実にコツコツ稼いでいけばですね、負けなければそのままプラスになるんですけど、たくさん勝ってもたくさん負けてしまうと、その負けのおかげで今度勝つのが増やすのが大変になってしまうということはね、なるべく負けない投資ですね。これをやっぱり心がけていくべきかなと思うので、自分の枚数とそれからパレットに対しての信頼感だったり期待のね、そのいろんな要素をミックスさせて今自分のパレットがどうなのかっていうのをもう一回ねしっかり検討する時期ではないかなと思います。まあ、他のが動いているので焦る気持ちはすごいわかります。他のに移した方が今の現金は増えやすいんじゃないかとかね、いろいろ自分でこう動揺してしまったりすることもありますよね。パレットだけ動かないとかいうふうになってしまうように見えるんですよね。まあ、ただ順調に値段の方は上がってきてますので、それはもう今50円という形で、前回本当40円台だった時期もありましたので、それから見るとしっかり値段は上がってます。なのでそこはしっかり心配しないように、値段を増やしすぎないようにするというのが長い目で見たパレットで利益を上げる一つの方法だと思います。まあいろんな方法があるんですけど、一つの方法としてはそれは間違いなくあると思いますので、まあ、無理しても買ったパレットをね忘れるぐらいのやっぱり体がくれているとですね、絶対まあ長期的な利益出しやすいと思います。その方の方がね、やっぱりこうたくさんあってもニッチもサッチもいかないなってなってしまうと、ボタンをパチッと押したくなるんですよね。押さなくてもいいのに。まあでもわかんないですけどね、長期的に見て上がると私は思うのでそういう判断をしていますけども、まあ本当に価格の推移っていうのはやっぱりわからないんで、誰もね、そこは自分でやっぱりしっかりリスク管理をして、パレットに対してどういうふうな思いなのかっていうのを、まあね、本当に嫌というほどしっかり確認して、これからしっかりパレットで一緒に稼いでいきましょう。本当に悪い仮想通貨では全然ないと思いますし、これからの仮想通貨、それからコインチェックでしか買えない価値のある私は仮想通貨だと信じてますので、これからもしっかりパレットトークンのチャート分析、皆様にお届けしたいなと思います。はい、今回ですね、パレットトークン、今日もあまり動いてないですけども、値段はしっかり50円キープしているという事実、こちらをお伝えさせていただきました。少しでも良かったな、お役に立ったなと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとか、それからチャンネル登録ね、引き続き、それから新しくしていただきまして、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回のパレットトークンのチャート分析、以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。